はい、こんにちは。今日チリですね。工業地帯を全く丸暗記せずに理解で記憶する、ね、これの、今日北九州工業地帯についてやってみましょう。さあ、北九州工業地帯ね、主にこの福岡のね、工業都市群を北九州工業地帯と言いますけれども、今日はまあ全体の九州のね、工業都市についてもやっていこうと思います。もともと北九州工業地帯の歴史というのはね、これ筑豊炭田なんです。この青く囲っているところ、ここで石炭がたくさん取れたんです。石炭を掘って掘ってね、そしてその石炭を使って、火を起こして鉄鋼業をやる、ね、これが、北九州工業地帯の発祥です。1901年日清戦争で得た賠償金の一部を使って八幡製鉄所ができます。でそこで鉄鋼業が起こりました。これは北九州の八幡製鉄所。さあ、そしてまた、しかし筑豊炭田が1960年代閉鎖になる。でこれは何でかっていうと、オーストラリアから安い石炭がどんどん入ってきた、日本ではもっと深く掘る、危ない、そういう事情でコストがかかってしまう。そこでオーストラリアから買ってきた方がいいということになって、結局筑豊炭田は閉鎖されてしまう。火が消えたような町になってしまうんですけれども、やがてもう一回、ね、この炭田の町に、ね、若宮町、ね、神田町はちょっとね、もともと石炭の町ではありませんけれども、トヨタや日産の自動車工場の、誘致に成功し、機械工業が発展してきていると。さあ、じゃあ工業都市ちょっと、きちっと見てみましょう。まず日本の工業都市というのは鉄鋼と石油側から見ていく。船で鉄鋼石を買ってくるんだとね、真っ黒い鉄鋼石を、買ってくる。そして真っ黒い鉄鋼石を買ってきて、ね、この筑豊炭田で取れた石炭と山口県の取れる石灰石を使って、鉄を生成する。これが北九州の鉄鋼業です。さあ、鉄鋼業は中国から当時買い付けていました。そして、その真っ黒い鉄をドロドロに溶かす高温で、熱するために石炭が必要。ここでちょうど筑豊炭田があったわけなんだね、これね。そして、その鉄以外の成分を吸着するために石灰石がいるんですけれども、石灰石は山口県にあれば宇部、小野田で取れるわけなんです。ですからそういったこともあって、この北九州に八幡製鉄所を作った。さあ、そしてもう一つね、日本は船で石油を買ってくる石油化学工業の町があります。これは北九州工業地帯とはまた別のところ、大分で石油化学工業が、コンビナートが、できました。大分が石油化学なんです。大分の石油化学、ね、さあ、北九州の鉄、黒い鉄をピカピカの鉄に生成する。大分の石油化学、真っ黒い石油を、原油を灯油やガソリンではなくだけでなく、合成繊維やビニール、プラスチック、そういったものに、加工します。さあ、それをね、これね、古くは佐世保に持ってくる、長崎に持ってくると、これね、造船だったんです。造船です。第二次世界大戦前までは戦艦なんかも大量に作っていました、ね、これを、北九州の鉄を佐世保、長崎に持ってくると鉄になるんだと。さあ、そしてこの、若宮町と神田町というところね、ここもともと若宮町は、この筑豊炭田の中にあって、その石炭工業がね、非常に華やかだった時には非常に発展しました。でも石炭が、炭鉱が閉鎖されてね、火が消えるような町になったんですけれども、この炭鉱の若宮町ね、
トヨタ自動車の工業誘致に成功するんです。もともと石炭で一世を風靡していますから、社会資本ね、道路なんかはしっかりあるわけです。ですからこの若宮町で自動車工業、自動車、ここにはトヨタの、工場があります。そして北九州のすぐ下、神田町というところね、ここも、自動車工業です。神田町は、トヨタと日産どちらも工場を誘致することに成功しましたね。もう一回確認しますよ。北九州の鉄鋼、大分の石油化学、できた鉄の部品、プラスチック、合成繊維を佐世保や長崎に持ってくると造船になる。そして内陸部の若宮町、そしてすぐ下の神田町に持ってくると自動車になる。若宮にはトヨタがある。神田にはトヨタ日産があります。そして、古くからの工業として延岡ね、延岡の化学繊維、ここもまあ石油でね、石油とかいろんなものを使って繊維にするんですけれども、ここはね旭化成という会社がの本拠地です。発祥の地なんだねこれね。旭化成ってよく出てきますよ、レーベルとかね、そういうのです。さあそして熊本県のこれ下のところ、南部水俣、ここは化学肥料です。まあ、水俣はね、水俣病で有名ですよね。窒素という会社が流した有機水銀を海に流してしまった。でそこで取れた魚を食べて体に有機水銀が入る。有機水銀が入ると体中が麻痺してしまう、神経が、まあおかしくなってしまうという病気ですね。さあじゃあ、生産額割合見てみましょう。北九州工業地帯の生産額、金属、機械、化学、食品、繊維、エトセトラエトセトラ。さあいや、もともと鉄鋼業の町ですから金属結構あります。そして今は若宮町神田町の自動車工業がありますから、機械が主な生産額の、多くを占めています。化学は非常に少ないです。これは大分がこの中に入らないからですね。そして食品が多いんだということも覚えておいてください。九州ってね、美味しいもの多いでしょ。からし明太子とか、ね、ここのね東シナ海の大陸棚で取れた魚を加工していく食品工業が非常に盛んなんだということですね。じゃあもう一回確認しましょう。北九州工業地帯、筑豊炭田の石炭ね、そこが始まりなんだ。日清戦争後の賠償金で1901年八幡製鉄所ができて、鉄鋼業中心だけれども筑豊炭田が閉鎖されてしまった。でその後閉鎖されたところの若宮町神田町に自動車工場が発展する、ね、そしてまあ高速道路沿いに IC 集積回路工場が、たくさんできている。こういうね線になっているねところにね IC 集積回路工場ができています。ちょっと言い忘れましたね。ここでパソコンだとかね、あと電気製品に入っているコンピューター制御するコンピューターなんかを作っているんです。さあそして、鉄の町北九州鉄鋼業、そして石油の町大分石油化学、そしてできた鉄の部品と、プラスチックや合成繊維なんかを佐世保に持ってくると造船、長崎に持ってくると船になります。若宮町になってく持ってくるとこれは、自動車工業トヨタがある。神田町に持ってくるとこれも自動車工業トヨタと日産があります。延岡の化学繊維、ここは旭化成の本拠地です。水俣の化学肥料ね、ここは残念ながら水俣病でちょっと有名です。はい、じゃあ、まあ着実に力をつけたいなと思ったらチャンネル登録お願いします。じゃあ今日はここまでにしましょう。